こんにちは、ライムです。今回はですね、まず最初に皆さんに申し訳ない報告が一つあります。というのも、今回はですよ、まずガチャ動画ではありません。この時点で、皆さんの中には、ポカーンとしてらっしゃる方もいるでしょう。はい。しかしですよ、今回ガチャ動画ではないんですけど、タイトルではもうアクセル引いたということなんですけど、アクセル EX はね、引きました。いるんですよ。記憶したか。いるんですけど、はい。じゃあそのガチャ動画は、アクセル引いたガチャ動画どこ行ったのっていう話なんですけど、はい。今回はその辺のね、どうしてこんなことになってしまったのかっていう語る動画っていうか、はい、先にその辺の事情説明をさせてください。でハイスコアメダルとか、僕が思うユニクロ3種の神器の話については後でやりますので、興味のない方は遠慮なく飛ばしてください。そちらの方に行ってください。はい、このアクセル引いたっていう話はこれ以降の動画には特に、まあ、影響はないと思うので、はい、とりあえずそれではこのアクセル EX を引くまでのね、悲劇のストーリーをちょっと話したいと思います。まずは順を追ってなんですけど、まずね、僕のガチャ動画、3月のガチャ動画とか、Twitter とか僕のフォローしてくれてる方とかは、まあ、わかるとは思うんですけど、3月は1ヶ月間の間ずっとね、アクセル EX が継続して、ガチャに入っていたので、僕ももちろんずっと狙っていたんですよ。はい。狙って回してきました。うん。でね、そうなんですよ。で、ユニクロにリニューアルされる前のアンチキの状態でももう、何連打？ウィズダムと、ベントス HD と、あとアンセム SP か。で、150連まで回して結局出ず。で、ユニクロリニューアルからのリミテッドドローですね。リク 0.2 のやつ。あれも2回天井まで回してにもかかわらず、結局、覚醒運も最悪でしたし、他に有力なメダル、ステボとかも特になくみたいな感じで、まあ安定の天井芸人街道まっしぐらで来たわけですよ。それと並行してですね、ツイッターなどでも毎日やっぱり、まあ当然なんですけど、 EX メダル引いたよとか、ステボメダルいっぱい出たよみたいなね、投稿がね、どんどん来るわけですよ。それもまたね、僕を悩ませた。はい。なんで Y の運はこんななのっていう、まあ僕がね、爆死する様を見て楽しむ方もいるのは分かっていますし、まあ、YouTube でガチャ動画アップするっていうことは、まあそういうことなので、別に全然それはいいんですけど、はい、どんな理由であれね、まあ楽しんでくれる方がいるのはもちろんそれが一番なので、僕も天井芸人を名乗ってる以上、別にもうそういうネタ要因としていいかなとは思うんですけど、はい、しかしね、これだけやっぱり爆死しても、この普通の精神を保ってというか続けられているのはやっぱり皆さんの応援あってこそですからね。最近やっぱり YouTube のコメントでもとか、あと Twitter のリプでも結構応援してコメントがしてくれる方が増えてきてですね、まあ、本当に嬉しいんですけど、嬉しい限りなんですけど、はい、私も天井芸人ですよとか、ライムさんならいつか絶対出ますよとかね、温かい励ましのコメントがいただけるようになってですね、はい、これね、こういう応援がなかったら本当に普通のね、精神の方ならもうとっくに心を折れて引退してると思いますよ。前回のガチャ動画だって見た？あれ、あの帰り 0.2 の覚醒とかさ、あれはさ、引くよね。あれさ、まともな精神の人ならあれ耐えられないでしょう。うん。そんなこんなで、3月の最終週ですよね。いや、先週というか今週の初めぐらいなんですけど、まあ、パテメンとか、その他近しい人とかもね、EX メダルどんどん引いてるんですよ。
ね、中には EX メダルのステボついてる人もいるし、はい、でやっぱり焦燥感、焦りっていうのやっぱり感じてきますよね。どんどん周りがどんどんこう進んでいく中で、自分はずっとこのままなのかみたいなっていう状況もあって、数日ぐらい前の僕のツイート少し荒れてまして、はい、さすがの天井芸人もそろそろやけになっちゃうぞとかさ、実際本当にそんな気持ちでだったんですけど、うん、ね、ここまでの、まあ、背景は把握してもらいましたかね。結構そこそこ精神的に追い詰められていました。やっぱり実況プレイヤーっていう肩書き自体もなかなかプレッシャーですよね。やっぱりというのも、やっぱり EX メダル持ってない状態でこれからずっと語っていくのもなんか嫌だなっていう、まあもともと持ってないメダルも全然あるんですけど、イラテラ B だったりとかアースラムとかも持ってないですしね、王様レテ2とか、まあ、あるんですけど、やっぱり EX メダル1枚ぐらいやっぱり持っててもいいよなと思って、これこの強さを知らずに語ってるのはなんか違うなと思って、はい、まあどっちにしろこれから攻略動画では EX メダルは基本使わない方向で考えてるんですけど、 EX メダルはちょっと卑怯な気がするんで、あくまで、はい、初心者とか、なるべく敷居が低い編成でやっていきたいっていうのはこれまでと変わらずなので、 EX メダルは基本使う気はありません。ただ解説とかでは言ったりはすることはあると思いますけど、はい、ということでいよいよ X デーはやってくるわけです。カイリー 0.2 実装の日ですね。でその日はね、そろそろナミネも一緒に復刻されるんじゃないかなと思って、まあ後でナミネの強さについては言いますけど、うん、でナミネも欲しいし、であとカイリー 0.2 もまあまず間違いなく強いだろうなっていう、もうカイリーの時点でアビリティ内容を確実にバフとかデバフなのは確実だろうと思っていたので、はい、もう今回でねカイリー 0.2 とかナミネも含めて絶対 EX メダル引いてやるっていうね覚悟で、なんと天井4回分のジュエルを用意していました。あの前回のガチャ動画ですね。まあその結果が結局まあはい、あの100連ガチャの内容なんですが、あのガチャ動画みんなどうだったんですかね。あれ正直さ、自分で言うのもなんだけど、あれ面白かったでしょ。あの最後の覚醒運の空中エネミー防御マイナス 20% とかさ、踏んだり蹴ったりの結果でしたけど、あの動画ね、今1日2日ぐらい経ったけど、高評価ボタンがめちゃめちゃ押されてて、今の段階では低評価ボタンっていうか低評価がゼロなんですよ。これは結構珍しくてですね、僕の動画だと大体低評価絶対入るんですけど、ないんですよ今のところ。みんな高評価をしてるっていうところが、だからみんなだから楽しんで見てくれたんだなっていうのが本当、そこは救われたんですけど、ただその動画をアップした時の状況、直後の状況としては、次の日で僕は仕事が朝早くてですね、基本5時起きなんですよ。はい、で金曜で、まあ、もろ平日なので、はい、で、まあ、帰りに 0.2 ということで深夜まで起きてすぐ、ガチャ動画を撮ってアップしようかなっていうなっててですね、結構で先ほども言ったような焦燥感がこう心の中を占めていたので、相当異様な心境だったんですよ。動画をね結構今見直してみいただけると分かるんですけど、限定を2枚同時とか引いたりしても無反応だったりするんですよ。今までの僕ならなかったかなと思うんですけど、無反応とかそういう状況なので、もう頭の中はカイリーの覚醒と EX しかなかったな、ありませんでしたね、おそらく。もうあんま覚えてないけど、そして決死の覚悟も虚しく、まあそこまで覚悟したにもかかわらず爆死ですよ。はい、でその後ですね、ツイッター見てたらやっぱりまあいるんですよ、やっぱり爆死仲間というか、
同じく EX メダル持ってない方とかも全然いっぱいいるので、でその方たちもやっぱついにね今回 EX メダル引いたぞシャオラーみたいな、ね、ツイートがあって、はい、でそれを見てねやっぱりうわーと思って、マジかと思って、まあもちろんおめでとうっていう気持ちはあるんですけど、やっぱりまた俺だけ引けないのかみたいな。でも今ならいけるんじゃねとか、僕もそろそろ続かなきゃとか思ったわけなんですよ。でもうね、ナミネは結局復刻してないけど、えい、こうなったらやけたっつって残りのジュエル全部使ってやんよっていう気持ちで、もうね4月は無課金覚悟で Y の本気見せてやんよっていう気持ちで回しちゃったんですよ。はい、あのガチャ動画の後に50円まず回して、こちらはね確か安定の天井で爆死したんですけど、その後のねさらにですよ、回したら20連か30連目ぐらいかな、まあ累計180連目ぐらいですけど、累計180連目ぐらいで記憶したかっつって来て、そうこの声が出てクーってついに来たっていうで、ついに来たってなったところでふと我に返ったんですよ。この声が聞こえた時に我に返って、あれ動画撮れてなくねってなって、はい、ここが悲劇なんですよ。あれ動画はってなって、もう心が荒れすぎてて自分が実況プレイヤーであることを完全に忘れてましたね。もうそう、爆死仲間のツイートを見てからもう気づいたらもう3000ジュエル消費してドローしますか、イエースって、はいポチーって、はいポチーってしてましたね即ポチですよ完全に忘れてた。はい、でね、本当にね、いつか僕が EX メダルを当てるんじゃないかと信じて応援してくれていた方には本当に申し訳ない結果になってしまったんですけど、はい、それ申し訳ないという気持ちがいっぱいでですね、今回の事情説明に至ったわけなんですけど、はい、これからね、まあ何も言わずにしれっとこのアクセルとか持ってたらなんだこいつっていう風になりますし、やっぱりここで説明しておかないと、ここで釈明しておいた方がいいかなと思って、はい、とりあえずね、このアクセルを引いてから、この動画をアップするまでは黙っておこうかと思ったんですけど、パテメンにはね、もう2、3時間後にはもうバレてましたね。すげえよ、パテメン。みんな見てくれてんのかっていう気がするんですけど、やっぱこれね、このね、ミッシングエイクが今のところ持ってる人いない、あんま少ないので、使ってる人が少ないので、やっぱ目立つ。単純に目立つ。パーティー内にいると。まあそういうとこかなっていう気がするんですけど、はい、ちなみにですよ、このアクセル EX を当てるまでに僕が引いたガチャの数は450回、450連ですよ。もうね、450連、ようやくだしね、覚醒運も結構ひどかったし、でガチャ運のなさにかけて僕が結構もう底辺クラスだと思うので、まあ参考にはなるかなと。450連ぐらいすればまあ1枚は引けるよっていう EX メダル、どんな人でもね、まあ、大抵の人は引けるよっていうところなので、まあ参考にしてみてください。はい、みんなマジで無理しない方がいいよ。はい、まあ無理しなかったら引けなかったけどね、本当にこの僕は。ということでですよ、そのアクセル EX についての話はここまでで、4月1日ですね、今日はエイプリルフールなんですけど、はい、今までした話はこれ嘘じゃないですからね、これは本当ですから本当これがね、450で本当これが嘘であればよかったんですけど、はい、で今回リニューアル記念ドローというのが第4弾かな、はい、第4弾が実装されましたね。で今回ついにようやくナミネが復刻されたわけなんですけど、ね、これ目玉は結構いろいろあるんですけど、ナミネが一番目玉ですね。この中で言えばナミネのために回すような感じになってきます。ナミネの性能については、ナミネから後ろ
後ろのメダルをコピーするっていうアビリティ内容 で、 でメダルコピーのメダルはすでに、5種類ぐらい出てるのかな。キーアート、エアとか、ボンドとかあるんですけど、それらと一番違う点がありまして、それがねこのナミネの消費ゲージがゼロってところが、これが相当でかくてですね、例えば消費ゲージ4のメダルの前に置いてナミネを発動しても消費ゲージがゼロなので、はい、でこれナミネにアビプラ XL とかつければむしろあのゲージを回復できるっていうことにもなりますし、まあとにかく高性能メダルですよね。応用とか応用も効いて、なおかつ汎用性がかなり高い。バフメダルとかでもコピーすれば使えるので、何の属性でも関係なく使えちゃうので、はい、で新たなメダルとかもどんどん強いメダルとかも出ていますけど、それらをコピーするだけでも全然使えるので、腐りにくい。とにかくコピーメダルはついていける時代に。ギルトが5なので、まあぼちぼちギルト6のメダルも出るかなとは思うんですけど、時期的に。はい、ナミネに関しては実装された時からですね、年末に実装された時はやばいと騒がれていて、僕もこれは絶対引かなきゃだと思って闇陸と、ナミネは引いたんですけど、はい、でですよ、その強さはまあアンチキの時点でやばいって言われてて、でユニクロでリニューアルされて覚醒システムが実装されたじゃないですか。この覚醒システムを考えるとますます凶悪なメダルになっちゃって、というのも、コピーメダルにも当然追加攻撃ってつくんですけど、ナミネの場合にはですね、元のメダルと同じ内容で追加攻撃できるので、はい、ナミネ自体に追加攻撃がつくと、バフデバフが元のメダルと合わせて3倍かかるんですよ。3回分かかっちゃうのでかなりやばい。はい、ナミネにねこれに追加攻撃がついた人はこの先相当楽できると思いますよ。ぶっ壊れだと思うマジで。それがあったので、先ほども言った通り、僕はもう4月はね無課金で行くような覚悟で、いっぱい課金したわけなんですけど、波にいっぱい行くぞっつって追加攻撃つけたいなという気持ちでやったんですけど、まあやっぱり運営もそれが分かってるでしょうね。まあ当たり前なんですけど、作ってる側なんで、やっぱり帰り 0.2 の方のガチャには入れてきませんでしたけど、はい、でこの波音を踏まえてですよ、今のユニクロの環境で結局どのメダルが強いのっていう、まあリセマラ候補にもなってくるんでしょうけど、結局今のユニクロにリニューアルされてから何のメダルが強いのかっていうことをちょっと僕なりに考えてみました。新規の方も増えましたしね、まだ覚醒とかあんまりよく分かってないよって方とか、あとリニューアルされた環境にまだついていけてねえわっていう人もまあ当然いるとは思うので、その辺についてちょっと話したいと思います。題して僕が思うユニクロ三種の神器4月1日版ということでね、とりあえず4月1日の時点での僕が思う三種の神器、まず1枚目、帰り 0.2、 はい、水への希望ですよ。まあ、これはね前回のガチャ動画でもう性能について解説した通りなので、詳しい話は省略しますけど、現状ではねこれは間違いなく必須レベル、これ持ってないと持ってないので全然違うますね。はい、これはね多少無理してでも引いた方がいいかなとは思いますよ。本当先ほど言った通り、4月は無課金で過ごす覚悟みたいなのもあってもいいレベルかなと。これ帰り 0.2 に1枚あるだけで全キーブレードで使えるので、まあ、間違いなく強い、まあ、実際使ってても全然強いので、で帰り 0.2 にもね、追加攻撃とかあとねアビリティゲージプラスにつけば結構汎用性が高い。ミッシングエイクなんか見てもこれゲージが10しかないので、アビリティゲージが最大で
こういうデッキとか使う場合には本当にアビリティゲージプラス2は助かるので、はい、まあまだ復刻もされてないのでさすがに覚醒までは無理してつける必要はないと思いますけど、うん、まあガチ勢はつけてますよね、覚醒。怖い怖い僕は失敗したわけですけど。それから2枚目がですね、3種の神器のうちの2つ目、 EX メダルですね。3種類、まあ、アクセルも含めた、空とか、あとクラウドですね。こちらに関しては色だけ違う同じ性能なのでまとめました。まとめて EX シリーズということで、はい、こちらの EX シリーズもまあ間違いなくぶっ壊れですよ。僕の心がぶっ壊れかける程度にはやっぱりぶっ壊れですよ記憶したかね。ユニクロでね、バフデバフの上限が解放された状態の中でやっぱり1枚でバフデバフが3段階ずつつけられるっていうのはとても大きいですよね。で、 EX メダルの、ね、特徴として攻撃力も他のメダルと比べてめちゃめちゃ高いんですよ。7700、まあ、実質7800ぐらいありますけど、他のメダルを見てみるとカイリー 0.2 は7200とか、イラビビとか、あ、これステボついてるからあれですけど、ウィズダムとか7400でちょっと高い攻撃力が。記憶したな。なので似たような倍率のメダルと比べても若干威力が 高いというところもポイントですね。はい、でこの EX メダルのうちどれか1枚だけ持っててもやっぱ全然違いますね。どれか1枚でも当てた方とかは、その EX メダルを主軸に、キーブレードやデッキを強化していきましょう。このゲームね、あれなんですよ、中途半端に全部のキーブレード鍛えるというよりも一点強化で一つに絞って強化していった方が全然強くなりますので、はい、その方が攻略が全然楽になります。一本の、まあ、極端に言えば、例えばですね、フェンリル35にして、フェンリル35で、あと他のキーブレードが例えばのファンタジーノーツとかプラス25とか、僕ライオンなんて全く育ててないんで25ですけど、この状態でも全然いいわけですよ。はい、赤だけ強化してライオン25で、でノーツもプラス25の状態でも全然フェンリルだけ強ければ、はい、強くなります。全然勝てちゃいます。波の、うん、普通のクエストであればちょっとコロシアム上位とか目指すとなるとやっぱり3種類とも3属性ともキーブレードは持っといた方がいいんですけど、はい、それでもまあ中盤からやや後半ぐらいまでは全然キーブレード1本で強ければいけちゃいますので、はい。そして3枚目ですよ、三種の神器の3つのうちの最後がやっぱり追加攻撃のついた波ねですよね。これはもう追加攻撃がついてる前提ですけどね、ついてない波ねだと、まあ、だいぶランクは落ちますけど、追加攻撃がついてる波ねはやばいっていう理由については先ほど話した通りなんですけど、でこちらの波ねも EX メダルとか、コピーすればこの2枚だけで属性バフデバフはいきなり上限まで達しますので、はい、これが僕が思う現状のね、ユニクロ3種の神器だと思います。でナミネのに関してはね、防御デバフ2段階ダウンのメダルと悩んだところはあるんですけど、防御デバフ2段階のメダルもやっぱり相当やばくてですね、このウィズダムとかウィズダムとあとベンツス HD とかなんですけど、防御デバフのメダルについては防御力が低い敵、要はレベルが低い敵に使うと効果が激減というか薄いので、敵のレベルが高いやつと比べてね、うん、効果が減っちゃうというのもあるので、やっぱり何でも使えるという汎用性の点ではやっぱり追加攻撃のついたナミネかなっていう感じですかね。ナミネはもう本当キーブレード問わず使えるので、はい、レイドとかマルチクエストは敵の防御力がほぼないので防御デバフ持ってっても意味ないんですよ。攻撃バフとあと属性バフと属性デバフですね、持ってくとすれば、はい、という感じで、とりあえずね、最後にイースターイベントの話し
しようかな。これイースターイベント、イースターエッグを集めようということなんですけど、これちょっといつものただタイトルが違うだけで、要はアンチキの頃からやってたハイスコアイベントなんですよね。ちょっと名前だけリニューアルされてますけど、内容全く変わらないですよね、ハイスコアイベントと。で、今回このハイスコアイベントでもらえるこのドナルド&グーフィー KH0.2 バージョン、こちらのね性能が話をしたいんですけど、まあこれがまあ強い、端的に言えば強い。アビリティ内容がまず単体攻撃で自分のマジック属性攻撃力を一旦の間3段階強化、そして相手の防御力を一旦1段階ダウンで、消費ゲージが4でなんですけど、ただね、うん、アビリティ倍率が現状すべてのメダルの中で最大火力の13倍なんですよ。でこれがね、要はイラテラ B のマジック版なんですね。でイラテラ B が今普通の、まあ、コロシアムでもあとレイドでも猛威を振るっているってことを考えてもやっぱやばいですよ、ドナグ 0.2 は。でこれがね、同じく、マジックデッキか、マジックデッキで今イラテラ B と同じぐらい、まあ、猛威を振るっているアースラ、アースラもねだいぶ使われてましたけど、アースラの上位互換のメダルなんですよ。これが完全上位互換、消費ゲージ以外は。アースラに関して言えば、まあ、僕の攻略動画でも大変お世話になりました。うん、アースラ難民だったので、今度からドナグ 0.2 さえ手に入れれば波音でねコピーしたりとか、はい、あとついに自前で持てるってとこがねやっぱ強いよね。うん、で今回のハイスコアイベントに関してはみんなやっぱりね、もうリニューアル記念ドローとかみんな散々回してるんですよ。なのでみんなボーナスメダル持ってるような状態、誰しもが持っているっていう状況なので、必然的にあの4000位のボーダーがめちゃめちゃ高いと思われる。僕も朝ちょろっとやったんですけど、1回だけやったんですけど、この順位ですからね、1007位、僕も相当ガチャやってるんで、これは今回いけんだろうと思ってやったんですけど、全然でした、全然だったわ。これいつもならですね、いつもならこのボーナスメダルガン詰めした状態でやってればもう300位とか入ってたと思うんで、入れてたと思うんですけど、甘かったですね。やっぱりみんなやっぱガチャ引いてんだなっていうのはよくわかります。うん、で今日がねまだ土曜日の朝の段階なので、ますます落ちてきますね、これはやばい。しっかりや、まあまだ1回しかやってないんで、まあしっかりやっていこうかなっていう気持ちはあります。報酬もねやっぱり魔石とか宝器が入ってるのでかいよね。はい、でこの通りですね、50位以内になってくるといっぱい、もう4枚ももらえちゃうんだね。これ覚醒チャレンジしろよっていうことなんでしょうけど、はい、とりあえずドナグ 0.2 がもらえるのは4000位以内なので、皆さん4000位以内を目指して頑張りましょう。うん、で性能か、性能について話していきたいと思うんですが、とりあえずデッキを考えましたね。ドナグ 0.2 はねやっぱ単体の敵に対しては超絶性能ですし、今でもアースラとかがレイドでもかなり対応されていることを考えても、レイドでも普通のクエストでもかなり活躍できるのではないかと思いまして、で、ドナグ 0.2 はねスキルつけるのであれば、レイドを考えるのであればルクエル 100% とかで、あと汎用性を考えるのであればアタック XL、 ルクアタ XL ですか、ルクアタ XL がありそうかなっていう気がする。で消費ゲージが気になるのであればアビーチェーン与えるつけるのもありなんですけど、せっかく最大火力が出るのにちょっと与えるで潰しちゃうのはちょっとどうかなっていう気がするので、やっぱ置くとしたらフィニッシャーでしょうしね、ノーツなら5枠目とか
になってくるんでしょうし、まあ、なるべくなら XL をつけたいところですね。アビプラ XL でもいいでしょうし、はい、他にゲージ回復メダルとか入れて、はい、組むといいかな。ノーツだとイラカリ2とかね入れたり、イラビビとかね、あとモアナか、モアナとか入れてゲージ回復するとかでもいいと思うんですよ。うん、でノーツで組むとしたら、まあこんな感じかなっていう気がする。これがね、説明すると、まず1枚目に回避 0.2 で攻撃バフを6段階まで上げますよね。あとその他バフ、デバフで、イラ回避2でゲージ回復とバフとデバフで、で3枠目に波音を置きます。で4枠目にここにドナグ 0.2 を置いて、ドナグ 0.2 をコピーすると。でさらに5枠目にも波音を入れると。5枠目で波音のパートナーをドナグ 0.2 すると、要はこの3枠目の波音から以降は4枚ドナグ 0.2 が発動できるんですよ。コピー、ドナグ 0.2、コピー、ドナグ 0.2 なので、これやばいよね。これやばいよね。4枚ドナグ 0.2 は相当やばいんじゃない？単体バカ力デッキですよね。これ面白そうだなと思って。これちょっとレイドとか普通のクエストでも試してみたいなと思って、やっぱ波音2枚目引くのはありですね。追加攻撃が なかったとしても2枚持ちは全然ありですよ。こうして考えるとハイスコアメダル、やっぱりそんな上位に行ける人って限られちゃうので、数千人程度になっちゃうので、やっぱりうん、こういう面でもやっぱ波音は便利ですよね。はい、でノーツではこういう編成でな、一応ランプでも考えてみました。デザイアランプ、こちらはですね、ちょっと枠の都合でこんな感じなんですけど、アースラですね。 2枠目に波音を入れて、3枠目にアースラを入れます。でアースラを波音でコピーで、4枠目にここにドナグ 0.2 を入れると、1枚入れて、で最後の5枠目もアースラで、パートナーでイラカリ2っていう感じかな。ランプでやるとすれば、昔はレイドならランプの方がいいとか言われてましたけど、アースラ2枠入れられるんでっていう話があったんですけど、もうドナグ 0.2 が来ちゃったらランプは使わないかなっていう気がするな。どうなんでしょう。僕そんなにルクス集めるのが得意な方ではないので、ちょっと分かりませんけど、その辺はちょっと走り屋さんに誰か検証してって感じなんですけど、はい、こんな感じかと思いますよ。まあこんなね、ドナグ 0.2 ばっかコピーしなくても、普通に組むんだとしたら多分こんな感じですよ、おそらくね。普通のクエスト用であれば、ここ5枠目にドナグ 0.2 を置いて、でナミネでコピーで、まあ基本的には敵が複数出る場合には1枚だけの方がいいかとは思うんですけど、ドナグ 0.2 は。なのでここずらしてあげて、アクア 0.2 をコピーするとかするでも全然違う、もう全然違いますからね。単体メダルが2つじゃなくて、全体攻撃メダルが2つになるのっていうのは全然まあクエで変わってきちゃうので、はい、こんな感じでも全然いいかなと思いますからね、とりあえず。はい、そんな感じですかね。うん、でこちらのね、先ほど言ったドナグ 0.2 4連打デッキに関しては、属性デバフが回避2枚の2段階ダウンしかないので、実際にどれぐらい火力が出るのかっていうか、強さに関してはちょっとまだよくわかんないところがあるので、こればっかりはちょっと本当に試してみないとわかんないな。はい、とりあえずこんな感じです。今回の動画だいぶ喋りましたけど、はい、ついに僕もアクセル EX を引いて EX 難民卒業しました。これは皆さん本当に、はい、皆さんの応援のおかげでここまで来れました。はい、とりあえず今回の動画はここまでで終わりたいと思います。ご視聴
ありがとうございました。